はい、かつめしですえ。今回なんですけど、あの、リバティーノートの人が運営するテルフェスっていう、あの、オフ会が実施されるは、みたいなんですけど、えっと、リバティーノートの、あの、質問箱みたいのが設置された結果、あの、不正者を出禁にする、した方がいいのではないかという、あの、バカみたいな意見が、あの、出てますね。えこの件について思ったことは、 じゃあ、運営はどうすんだよと思いましたね。ま、なんでかっていうとね、あの、歴代のデックスオフの運営って、あの、画面にセーブエリターが映り込んだりとか、あの、大会で改造ポケモン使ってんのバレたりとか、あと、あの、普通に有名すぎても、なんかみんな誰も悪情、悪情っていうか、あの、罪状を知ってる人間もいるし、あと、あのー、ま、いろいろいるんですよね。うん、デックスの運営とかって。<laughs> 参加者も参加したしね。で、あのー、 今回ね、あの、その、リバティのその、ね、オフ会のその、出禁にしろっていうのを思ったんだけど、これね、頭いいなと思いましたね。なんでかっていうと、まさか運営が不正してるわけないやろっていう前提でこう言ってるんだろうなと思って、あの、こういう人は多分何も考えずに言ってるんだなと思ったんですよね。つまり、あの、参加者が不正してないことをこう、条件とするっていうのは、イコールその、運営は出きになるわけないんですよ。 だから、これは頭いいなと思いましたね。だから別に、この人が言ってることを受け入れたとしても、あの、リバティノートの運営ってのは交代する必要はないんですよ。これは頭いいなっていう。そ別になんかその、参加者だけだからね。あの、不正禁止なのだから参加、だから運営が不正してるなんて誰も思わないからさ。<laughs> これはなかなかああ、ああ、なるほどねっていう。これ受け入れてもいいかなって思いましたよ、ね。だから、だからこれ受け入れても、って思いましたけども、まあ、なんか、 うーんあなんか普通に本当に何,何も考えずに行ってんだなと思いましたね、とりあえずは。あのこ正直言ってねその、オフ会の参加者を不正しないでくださいって言人集まらないし、参加者1人とか2人になるの多分、東京でやったら。で、運営がそもそも不正してんだからさ。デック X はもう絶対や,やってるっていうか、X はもう証拠何件もある。 例えば、デックスの話全部デックスとリバティって、あの、運営共通だったり、参加者も似たようなもんなんで、つながりは結構あると思うんですけど、うん。<laughs> リバティの場合はね、まあ、ちょっとまだ噂の息出ないものが多いですけどね。でも、ただ、デックスとリバティの運営って、大体、その一枚岩っていうか、同じなんですよね、ほぼ。どっちかといったら、エモルガムとか、そっちの人たちはあの、ちょっと距離がある。リバティとか、デックスの運営の歴代とは、ちょっと距離がある感じなので、エモルガムが。うん。 <laughs> 何を言ってんだろうと最初思ったんだけどよく考えたら、まあ、参,加参加者をはじけって言ってるわけであの運,営が運営をはじけとは言ってないからまあなるほどねと思いましたね、うん。まあでもなんか「リバティ」もなんか致命的なあれが出たらねあの面白いですけどまあ出てないからね何とも言えないですけど、うん、まあ別に<笑><笑>でもなんかねタカさんはねなんか俺かわいそうだと思いましたよあれね。 血いに上がってるけど誰も擁護しないですからねそれが一番怖いですよたか <laughs> <laughs> もたかであの金魚の糞みたいでさなんか誰もあのかばうどころかさ見捨てられそうっていうかその,けあの殴り台にされてんのにさなんかヘラ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 くっついてるのがちょっとねな,なんだこいつっていう <laughs> 思いましたね正直、うん、だこういう自我がない人はそうなっちゃうんだなと思っていいように使われて。 と思いましたけど。まあなんか皆さんね、あの、信じるか信じないかはあなた次第 <laughs> だからデックスはもうダメだよ。<laughs> デックスはもう俺も知ってる人は多いから、言いますけど、デックスはもう <laughs>、不正禁止にしたら参加者も上もいなくなっちゃうから。<laughs> だけど、デックスはもう100回行きそうですから、なんか100回記念でね、なんか、歴代の運営人とか呼んでほしいですよね。僕も、要望があれば行ってお話ぐらいしますけど。 僕が初めて DEX に参加したのが2013年ぐらいなんですけどその時点でもうすでに50を超えてたはずなんでだいぶ長いオフですよね <laughs> でもなんかねそのなんかリアップっていうかなんかねなんか最近になってポケモンを始めた人が言ってることは意味わからないこと多いですよほんとに全然界隈の実用とマッチしてないことをエントベラベらしゃべって,てさでなんか釣り餌垂らされてさで釣り餌になってる馬鹿もさなん,かなんでさそんな金魚の踏みたくずっと ねえ、餌やってんだろうと思いますけどね。うん、<laughs> 俺が同じ、俺がタカさんと同じ立場だったら、絶対、あの、内部情報を全部リークしてやりやすいけどね。うん。だから、ほんとなんか、金魚の糞みたいだ話ら、話してもあの人で, <laughs> で。全本位に喧嘩売ってるわけない。俺、普通にポケモン界好きで、多分、ポケモン一番楽しんでると思いますよ、僕が。うん。正直。まあ、なんでね、なんか、まあちょっと、あれなんですけど、 だからそんな別になんかポケモン界に絶望してどうのみたいなさっていうのは大体ポケモン始めて3年4年ぐらいのやつがこう落ちるやつでもう俺レベルになってくると全然そんなことは思わなくてむしろ楽しんだもん勝ちでしょみたいな感じになってますからね正直言って。うん。で、ニセト,トロとかの話もなんか別に俺がしたいわけじゃなくてなんか <laughs> 適当にさ言ったら面白いかなと思ってぶっこんでるだけだからね。 ショーダウンとかも別に、おい、ニセトロを使ってるよなとか言ってるけどさ、別に俺ニセトロ2台持ってるし、オプティマイズも持ってるし、ケイティも持ってるし、ケイティが湯逃げした時もリアルタイムで見てたし、オプティマイズの人とね、メールでやり取りしたこともあると、あの、刺さって、刺してもダメなんですけど、みたいな。そう。結構使い方聞くとちゃんとね、教えてくれるし、ケイティもね、関係ない腰まで直してくれたんで <laughs>。 <laughs> 結構いい,いいカスタマーサービスなんですよあの西泊の会社って、うん。まあそれは話は置いといてね別にまもだから別に俺がなんか反不正のさなんか団体の人みたいなんか思われてるのか知らないけど最近若いひ人から結構複数 DM が来るんですよ。何々さんはやってるんですかとか <laughs> あと何々はどう何々ってどういうことですかみたいな。来るんですけど俺別に正義の手先ではなくてどっちかといったらあの悪っていうか一番。 なんだその、悪、悪事を働いてる人間も、正義をかざしてるバカも、どっちも晒して、あの、アホみたいな情報を投下して遊んでるだけだから、俺が一番悪かもしれないですよ、正直言って。うん。だ <laughs> から若い人は勘違いしないようにしてほしいけど、なんかね、リンヤの動画が謎にちょっとバズっちゃったから、そなんか DM 来るんだけど、なんか、なんかやめてほしいですよね。別に僕は本当こういうスタンスでポケモンをずっと楽しんでるだけなんで、うん、なんか、会話を変えようなんて思ってないっていうか、そんなことはもう10年前に諦めましたから、<laughs> <laughs> もっとひどかったからね昔はうん <laughs> まあだからなんかねそのなんか最近の若い子っていい,い,い子が多いのかなそれから挫折の経験がないのかなあんまりうん<笑><笑> <laughs> 一回なんかそのなんだろう東京とか大阪に行ってみることをおすすめしますけどねオフ会に参加したことない人とかは正直言ってそのなんか東京とか大阪のねおフで、ね、あの 改造がどうなみたいなね、なんか演説みたいなことしたらね、はってなりますよ、正直言って。だって、その場にいる人全部全員やってんだから。<laughs> なんだこいつはってなるでしょって <laughs> で。みんなそんなこと分かった状態で交流するために来てるのにさ、なんかそんな意味分かんないことを急に新残に言われたらさ、なんだこいつってなるでしょって。<laughs> マジで。で、それが別にいいことかって言ったら、噂悪いだろうけど、別に元からそういう界隈だったんだからさ、意味分かんないこと言われるようにさ、 コミュニケーション取れないのかなって思っちゃうじゃん。で、別になんかそれがその正義かざしてるのが悪いわけじゃないんだけど。なんかもう、それだったらお前が会話をかけてくれよって思うんだよ。そんな。で、そのオフ会の参加者に意味わかんない演説をするよりも、なんか、まあこれは家庭の話ですけど、なんか例えばね、そのなんか Twitter とかで意味わかんない文句言ってる人がさ、こうオフ会に行ってね、ドン引きしてさ、<laughs> あの人トイレでポケモンを作ってるんですけど、なんで誰も止めないんですかみたいなこと言ったとするじゃない それでなんかすごい告発してる人は悪いとは僕は思わないんだけどでもさ空気読めっていうかそのだか空気を読めっていうのはその悪臭なのはわかるんですよ。で悪臭なのはわかんないけどそなんか最初にその界隈のさバランスみたいなのをさ知った上でさ言うんだったらいいだけどさで全てを知った上で「母こいつバカだ改造してるんだ!」って言ってなんかさツイキャス始めてツイキャスとかなんかミラティブで配信始めてさなんかさらし上げたりするのはちょっと面白いかなと思うんだけど。 なんかこう、界隈を変える気もないのにさ、中途半端な知識を身につけてよくわかんないことを言い始めるのはさ、ちょっと違うなって思うんでしょ。<laughs> だからお前が界隈を変えてくれよって思うんだよ、だから。で、10年前の俺ができなかったことを、そのなんか俺に DM 送ってくるやつとかさ、の正義中みたいな人いるんですけど、<laughs> お前が界隈を変えろって思うんだよ、ほんと。お前が証拠とか引っ張り出してなんかしてくれって思うんだよ。<laughs> ん <laughs> か間違ってもなんかそのデックスとかさ、あの飛びを振ってもないのかあの車内オフもないのかだも関西って今何,何のオフやってんだろうちょ関西のオフはあんま詳しくないんであんまり知らないんですけど、例えば東北オフとかさ、東北とかまあ、まあ、東北はまだマシだろうけど、正直デックスはね、もう運営もやばいから。<laughs> で、東北とかの運営とか北陸とかの運営も大体その、あと南九州のさ、南白とかも、ガニューは結構クリーンなイメージあるんだけど、 <laughs> 大体あの上の世代がつながり合ってるからさ都道府県予選の年の人たちが、うん、だからそんな変わらないです民度は <laughs> だから間違ってもんか変な演説とかねなんかする人はいないようにって思うんだけどなんかななんだろうその会話を変えたいんだったらそこよりもなんかね本当も,もっと前にやることがあって <laughs> 何々さんは何々というのをやってみたいなさ言ってもだで誰も注目しないんだからさ注目されないのは何だっていうか何でかっていうとその会話が別に注目されてないからなんて <laughs>。 でガレトに送ったったて絶対取り上げられないででしょだってマジで LOL とか Apex とかオーバーウォッチとかそういう有名ゲームの,その人,人口っていうのはすごい多くてでシャドーバースにすら勝てないですポケモンは。なんでかっていうとその運,営運営が特に e スポーツ化する気がないですから <laughs> コンテンツ産業だけで儲かってるんですで。コンテンツ産業だけで儲かってて社員にあの給料払えてるんだけどでもなんかあの CEO とかをなんか格安で募集してるって見たんですけど金をだから社員に還元する気はないんだようね <laughs> でも経営陣は儲かってるでそれ経営陣が儲かってるっていうのは株主が求めることなんでだけど非上場だからね、まあ、そんなことそんな気にしてないのかもしれないけどで社員には還元しないっぽいから,から要は一部の,その,あの上の層っていうのがそれででも大きな利益が出てるわけなんでそれ,それはだからもうあの民間企業だから だからその自分の言ってる、その、深い、深いがみんな改造してるのダメなんだみたいなさ、でも誰も言っても誰も無視してくるのはなんでなんだって、その,その前になんかんでそうなのかっていうところ辿っていった方がいいですよ。マジで。だから株主総会でポケモンの話をしたやつはバカです。うん、正直って。ますます会外が疎まくしく思われるだけで。だから注目されるんだったら勝手に注目されますから。うん。 他のメジャーゲームをやってみることをお勧めしますけどな、ね。ポケモンしかやってないからこういう意味わかんないこと言うんだろうなって思います、正直言って、うん。ロックマン界隈とかさ。<laughs> あと、問題だったよね、スプラットの人も。うん。狭いところでしかいない人は、だから、そもそもゲーム人口が少なくて、誰もなんかそんな、中枢プレイヤー全員抜いたらいなくなっちゃうような界隈がそんな、そんなね、なんか、あのー、すごい狭い界隈の話な誰も興味ないから。うん。例えばね、極端な話をしたらするとさ、 ポケモンの不快の会場で女性参加者が中断レイプされましたとか、ね、そんなのだったらさすがに注目されるかもしんないけど。<laughs> 内部で改造がどうのみたいな、そんな誰も興味ないし。で、海外だと普通にトスとかも、そのまあ、スコッピングみたいなのが普通にありますし、そもそもなんで日本人は良くて外人ーじゃダメなんだって話もまた別にあげたいんですけど。 <laughs> これも結構思うんですけどなんか外国人にはそういうこって絶対言わないんですよね日本人の,そのなんか正義中みたいな人ってそれも意味わかんないじゃないですかなんで日本人が黙って負けてなきゃいけないんだっていうか愛人にも同じこと言えよって思うんだけど <laughs> だけど日本の買いだけそれやめましょうみたいなことになっても全世界やってることは変えられるわけないんだからさ <laughs> でそれは問題だと思うんだったらお前が株式会社ポケモンでロビー活動とかしろよっていう前でデモするとかでも誰も相手にしてくれないからでなんで相手にされなかいって言ってたら誰も興味ないからだ <laughs> そんなこともさなんか外が見れないでずっと同じことに執着してるのはなんか病気なんじゃないかと思いますけど正直、うん、でそれは嫌ならポケモンやめるしかないで正義のポケモンがしたいんだったら自分でそういうオフ会を開けばいいだけでなんか100回ぐらい続いてるオフとかが一部の変な人の意見でなんか中止に追い込まれたらそれは僕おかしいと思いますさすがに <laughs> もうなんかそれってなんか今のなんかささすがにあのねサラブレッドをアゲウマに使って炎上したら擁護できないんですけど なんか伝統的な行事とかがなんかあの左派の人になんかやめろって言われたりとかし,してますよねでそれと似たようなあれなんじゃないかなと思うんだけど、うん、変な正義をかざす人によって結構その生きづらくなって逆に統制されてるんですよで統制中の人がいるとねほんにねその会隈衰退するんですよね、うん、<laughs> 例えばだってオナニーするなって言われたら困るでしょだって、ね 極端な話をまたするんだけどなんで極端な話をこんな挟むかっていうとあの動画でこう説明しても理解してない人が結構多くてなんか今まで出した動画も変な風に曲解されて Twitter で意味分かんないこと言われてるんだよすごい分かりやすく話してるつもりなんですけど、うん、だからそのや「界隈を変えよう」ってなったら「お前変えろよ」って言うよみ <laughs> な界隈変えるためになんかする気もないのにさただたださ「やめろ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 」って言ってさで外人には言わないみたいなあと自分が好きな人には言わないとかさ なんでさ、個人的に制裁加えながら回ってるやついたらさ、誰もやらなくなると思うんだけど。<laughs> それこそ差別だと思うんだよね。うん。ほんと、だからねだから、でも個人的にはその、あの、なんだろ、その、育成時間なしとかね、対戦専用ソフトっていうのはすごい興味深くて、早く導入すべきだと思うんです。これは本当に僕も思うんですけど、それは導入されないのっていうのは、されないのは民間企業なんだから仕方がないんですよ。 でそれを要望するのは勝手だけど他の人に自分の思ってることをこう「キって言ってずっと回ってんのは頭おかしい証拠なんですよ。うん、なんでお前の中心でそんな世界回ってんだよって話で。うん、でそのなんとかなるんだったらなんとかなってるんだよ。今まで何とかなってないのは本当いろいろあったからなんですよ。<laughs> 本当だからその一回やってみてほしいけどねなん,かあのなんかビエラの動画とかあとせ世界大会の会場とかで「あいつは不正してるんだ!」って言ってなんか騒いでみたらさ。 <laughs> 一回やってみてほしいけど誰も相手にしてくれないと思います正直ってあの日本人が何か言ってるとしか思われない横浜で行っても、うん、で敵が多いっていうかなんかそもそも何か味方がいないっていう <laughs> そういう状況だか,らだ,からだからできるものはやってみようと思うんだよでもや,やることにつ関しては止めはしないけどバカだなとしか <laughs> <laughs> 思わないですね、うん、でそれなんかポケモンがクリーンにならないと日本が終わるとかそういうわけじゃないから、うん、それは何でそうならないかって言ったら運営もやる気がないからなんで 一番そのね、ちょっとその挫折させること言うと、あの、運営は本当にやる気ないですよ <laughs> で。プレイヤーが思ってる以上に運営はやる気ないですから。あから運営にその自信満々にネットでなんか上げた記事とか、その証拠みたいなのを報告してみて、たぶん無視するか、なんかよくわかんないことで返答されて終わりですから。からそれは別に公式が悪いわけだよ、ねで。公式もやろうとすれば別にクリーンできるよ世界大会とか。外人とかもさ。別に何放置して、 商談やってるやつは公式アンバサダーだとかやってるのは全然公式も気にしてないからで、ね、も <laughs> 本当、どっちが官軍かって話だよ。公式が、公式が悪いんだって言い始めたらもう意味わかんないでしょ <laughs> 公式はこう言ってるけど俺が正しいんだって言ったら、そんな、そんなのもう意味わかんないじゃないですか、本当に。だから本当になんか何とかできるんだら何とかしてくれよと思うんだけど。とりあえず公式にさ、あの、育成時間なくて課金で、ね、いろいろ進めてキャラピックで対戦できるさ、なんか、 シャツーバラン2ピックみたいなやつさでなんかポケカの p t c ゴみたいなやつで課金してもいいからなんかそれを出してくれってさ要望してくれよお前がロビー活動してくれやと思うんだけどそういうためになる活動はしないのにさただ個人ただただの個人プレーヤーをたたいて回ってるだけなのにやくすぎるんでしよマジで会話,会話にとってで今すぐそのなんか個人たたきをやめてあの公式にあの陳情する方に回るべきそしたらみんなその人の言ってることをなんか理解しようと思うだろうし ペンギンギささんとかバルドさんもかわいそういうふうに回った方がいいと思いますよ正直そしたら味方出てくると思う、うん、だから意味わかんないことして界話にずっと負担かけてるだけなのやってることが、うん、か今からでいいからそのなんか個人を叩いて回るんじゃなくて浅い知識で浅い知識で個人叩いて回るよりも本当に公式にあの公式になんかなんかその 公式大会やめるかそのな公式大会やりたいなったら真面目に運営してなんか対戦専用ソフトウ出すやっていう要望してくれよって思う本当思いますうん陽子とかあの辺がさなんかま,まともな人間だと思ってるやつなんだろうそういうやつは本んあそういうやつやじゃないあのなんかその個人に伝えて待ってるやつとかってあ,あいつらもやばいだって株主総会でポケモン話なんてしてな何もならないでしょそんなんなの会話でおおってなるだけでさ 他の人から見たら意味わかんないよ、こいつ。鉄道宅と同じだよ、見て、外から見たら。もっとためになることに時間割けばいいのにと思いますよ。だから、なんかね、あの、なんか世話大会を変えようとしてる人たちもなんか言ってることおかしいんですよ。<laughs> だ誰、誰も、ほんとだから、ほんと、ポケモン界全員で、なんか、そういう対戦専をソフトに僕たちを隔離してくださいって言ってる。 公式大会もそれやる気ないんだったら廃止して非公式の方にさ運営権渡しちゃってもいいんじゃないかって思いますこんだけやる気ないんだって <laughs> で改造まみれだけど公式も改造まみれだし不正だらけなんだからさ外人も日本人も <laughs> その方がまだマシですよ、うん、だから僕はだから公式大会廃止した方がいいと思ってますうんで非公式大会は公式がタッチしないけど間接的に支援するみたいな感じで手をつなげないようにして <laughs> やるぐらいじゃないともう本当無理だと思いますよ正直言って。それかもうなんか本当根本的にあの育成しないで対戦できるなんかツーピックみたいなソフトを出すみたいなそういうことすればなんか不正な根本,本がなくなると思うんで。うん。 さすがにその課金でそういうソフト作ったとしてそれはねなんか課金ジェムとかはだから違法にね無料で手に入れたりしてそれは犯罪ですよさすがに <laughs>。だけど今の状態じゃああの今のポケモン界ってのは何十時間も厳選しなきゃいけないポケモンを真面目に作ってる人はバカを見るっていうだけで,でポケモンの,あのリアルマネーで販売した人ぐらいしか捕まってなくて公式もだって全部取り締まったらポケモン界が人消えるレベルに取り締まなきゃいけなくなるので。 やる気はないんだろうし、今まで20年ぐらい、本当だからそういうバランスで成り立ってて、なんか別になんか悪はだから全部さばけばすべて解決するわけないんですよ。<laughs> だからその暇な時間を使って公式にあの早くあの育成いらないソフト出す専用ソフト出して隔離してくださいおふたおたぐのボフたちよって言って祈れって何回も本当にツイッター言ってますよ。でも,ででも僕のその意見もツイッター無視されますから、うん、だから別になんかツイッターの目の見なんてで見てる人全然いないんですから。 YouTube とかで好き勝手言ってる分にはいいけどさ、その人にね、直接 <laughs>、お前は俺の考えてることと違うから、やっ僕もやめろって、その、そので,もでも、大、でも、多数派はや、っつやめろって言われてる側なんで、<laughs> なんで少数派が焼け残るんだよと思うけどで、少数派は不正してないから偉いのかって言ったら、その少数派のやつ叩けばいっぱい出てくるんだからさ、もうこの間も動画で話してくの <laughs> で。一番の、だから、罠は、そのなんか、 食い炭がまともかっていう話だから全部何も不正してないで代表格ですよねあの人はニセトロも使ってないし改造もしないし不正したやつ全員切ってるみたいな食い炭がまともかって言ったらまともじゃないでしょだって食い炭ことあんま嫌いではないけどまともかって言ったらまともじゃないし逆になんかそのよく立ち回,立ち回っていろいろ手染めてるやつのコミュ力とか高いと思うなってそれは何でかっていう理由があるわけですよ悪だから悪なんだってそんなそんな 海外の構造に問題があるんだから公式に陳情出す方がいいでしょっていう。<laughs> マジで。なんかさ、そういうこと言うやつって多分なんかあれなんだろうな、なんか、あの、道端でなんか勝手に取り締まってそういう人のこと。<laughs> 詩人逮捕とか言って。あちなみに僕はあのガッツーチャンネルをね、あの、電車見るために見てます。<laughs> 取り締まりの本や痴漢取り締まりとか興味ないけど。けど 電車とかバスが出てくるからよく見てます <laughs>。まあそういう話は置いといてね、うん。まあ以上です。